ディーカー。はい、あの私実は今年2018年の3月までタイでサッカーのコーチをしてました。タイです、バンコク、タイバンコクで、あの実はですね、これわかりますか、チョンブリ、チョンブリフットボールクラブ、はい、タイの、まあ、プロのチームなんですけど、実は私元プロサッカー選手なんです。あのこれそのチームに入った時の移動着なんですけど、青のユニフォーム、これは着てないと思いますね、多分。これと光30番と、これがアップ着かな、アップ着はなぜか18番だったんですけど、アップ着と、これのパンツがちょっと見当たらないんですけど、はい、赤、これ確かこれ着て試合出たような気がしますね。はい、まあ、 あの元プロとかカッコつけて言ったものの、あの自分の中では幻のプロ生活って呼んでるんですけど、あの1回試合に出ました。変な話、1回しか試合に出てないし、1回も練習行ったことありません。はい、あのすごいな、これで試合出れるのって思った記憶あるんですけど、まあいろんなご縁があって、そういうちょんぶりの試合に出させてもらいました。あのすごく楽しかったです。試合も勝てたんで、で、しっかり、まあ、プロっていうぐらいなので、あの報酬もいただいて、その 1試合に対してですね、すごいいい経験だったなっていうのがあるんですけど、今回は、はい、タイって行ったことありますか、皆さん。はい、私あのタイでその就職というか、まあ現地のサッカースクールに就職したっていう形になるんですけど、あの全くタイ語知らないで現地に行ったんですね。でこれだけ覚えてればとりあえず大丈夫だよっていう、タイ語を覚えて、それ以外はタイ語喋れず、でも1年2年近くですね、タイで生活しました。はい、なんでこれから旅行行く方とか、ちょっとねタイでサッカーしたいなとか、まあタイに行きたい方に向けてちょっとこの動画配信していこうかなと思います。はい、チョンブリカラーな感じでやっていきます。はい、でまずあの覚えた方がいいよって言われたのは数字ですね。数字、あのタイって道に全部番号が振ってあるんですね。例えばあどこどこの道の何番とかみたいな感じで、あの数字が振ってあるんですね。なんでタクシーとか移動する時とかに、あのタクシーの運転手さんにその道の名前とその番号を教えれば大体言ってくれるんですね。なんで、数字を覚えた方がいいよって言って、あのタイ人のジムのお姉さんに教えてもらいました。ちょっと10まで行ってみましょうか。いきます。ヌン、ソン、サン、シー、ハー、ホッ、ジェッ、ペッ、ガオ、シップ。合ってるかな、久しぶりすぎて不安になる。あの8の発音がめちゃくちゃ難しいですよ。あの私も今の発音で合ってるのか分かんないんですけど、あのイメージですね、教えられたのは、あのトレンディエンジェルの斎藤さんいるじゃないですか、あれのペッペッペッっていうやつをそのまんま言ったら8になるらしいです。でなんか教えてもらいました。それはタイ人の人じゃなくて日本人の方に教えてもらいました。ヌン、ソン、サン、シー、ハ、ホ、ジェ、ペ、ガオ、シップで、11以降がシップ、エッ、ここがまた難しいんですよ。11がシップ、エッ、シップソン、シップサン、シップシー、
シップハー、シップホ、シップジェット、シップペット、シップガオ、イーシップ、20ですね、イーシップ。で、イーシップエ、その21と28とか11と18とかの発音がやっぱちょっと難しいなっていうのはありましたね。あとは使えるのはタクシーでの言葉ですね。これはもう頑張って覚えました。行くっていう単語がパイパイ、あなんで例えばタイにエンポリアムっていう大きいショッピングセンターがあるんですけど、例えばそこに行きたいってなった時はパイエンポリアム、パイエンポリアムとか、あとはそのさっきの道の名前じゃないですけど、パイスクンビットソイシプサームとか、まあそんな感じで、まあ、行き先を伝えると。で詳しいこう行き方、こう右曲がってくださいとか左曲がってくださいっていう言い方もありますね。曲がるっていうのがヤオで、右っていうのがリャウ、リャウクワーで右に曲がってください。で左がサイっていうんですけど、リャウサイで左に曲がってください。リャウクワー、リャウサイで、まっすぐ、まっすぐっていうのがまっすぐ行くっていうんですけど、トンパイ、トンパイ、トンパイ、リャウクワー、リャウサイで、ここで止めてください。ここっていうのが T2、T2 で、止まるっていうのがジョーなんで、ジョーティーニーカーっていうような感じですね。カーっていうのは女性の人が、まあ、語尾に使う言葉ですね。男性の方だとクラップ、カップとかクラップっていうような発音になるんですけど、女性だったらまあここに止めてください、ジョーティーニーカーとか、男性だったらジョーティーニーカップっていうような形になります。はい、あとは覚えてたのは、あこれいくらですかとか、タオライカー、タオライカー、したらこれいくらですかとか、こう結構市場とか行くと値段が書いてないのとか、いいねでこう値段つけてくるところとか結構あったりするんですよね。とかちゃんと表示されてないところとか、まあそういうところに行ったらタオライカーって言って、さっきの数字ですよね、覚えてればいくらっていうのはしっかり聞き取れるんで、もうそれだけで買い物できちゃうっていう。ちなみに今さっきは20まで数えたんですけど、100だったらロイ、ロイ、ロイバーツだったら100バーツ。1000が、1000がな、覚えてないんだよな、なんだったっけ1000って、1000ってなんだったっけ、後で調べておきます思い出せずみたいな、まあ、大体数字と、あとタクシーでまあ必要な言葉と、あとはまあこれいくらですかみたいな言葉と挨拶ですね、サーディーカーっていうやつと、あとありがとう、コップンカーっていうやつをまあ覚えていれば、少なくとも1年半は何不自由なく生活できるっていう感じですかね。バンコクとかは割とそのまあ英語を喋る方々もいらっしゃるんで、もう分からなかったら英語っていう感じで自分はやってました。こう結構首都から離れたところになると多分英語とか使われてないところが多くなってくるのかなと思うんで、まあ、そういうところに行くのであればタイ語は必須にはなってくると思うんですけど、はい、こんな感じで英語講座だけじゃなくてちょっとタイ語講座っていうのもやってみました。またねタイでいろいろ面白い経験もしてますんで、それもまたねビデオにできればいいなって思ってます。はい、ぜひねタイに行くときは数字覚えていってください。1から10ですね、1から10、まあ20ぐらいまで数えられた後もう応用なので、ぜひぜひ使ってみてください。はい、そしたら今日のライトアップ TV はここまで。 See ya! Bye!